元自由党東京都連会長で元衆議院議員の渡辺恭一郎さんも駆けつけてくださいました。遠くからすみません、ありがとうございます。ご紹介いただきました、亡くなっちゃいましたけども、先月の4月の26日に、回答いたしました自由党によりますが、元衆議院議員の渡辺恭一郎でございます。今日はこの場所にご案内いただきましてありがとうございます。なるべく短く話せというご家紋でございますので、黙ってればずっと喋りたいんですけれども、少し話をなんて言いますか、絞ってですね、一つか二つぐらいに絞って話をさせていただきたいと思っております。もう先ほど来から多くの皆様方が安倍政権に対してそれはダメだとこういう話をいっぱいいただきましたので、私どもも本当に同じ思いであります。そしてこの安倍政権を倒していくのはどうしたらいいかと言ったときにですね、最終的にはやっぱり選挙で安倍政権を倒すしかないということであります。当たり前のことであります。特定秘密保護法だとか秘密法だとか、それから共謀罪だとか、いろんな悪しき法律をたくさん彼は作ってまいりました。恐ろしい内閣であります。下手をするとこれはもう徴兵制をやっても下手すると私どもは阻止できないかもしれない、そういう恐ろしい内閣を今日本は抱え込んできているわけであります。そうした中、私どもはこの安倍政権を倒すということだけに専念するのはもうやめましょうと言ってもいいぐらいであり、何を言ってんだというのであればですね、それは安倍政権を倒して同じ自民党の誰かさん、石破さんかなんかが首相になったら全く意味がない。そうではない。市民の人たちも野党の私たちもみんな力を合わせて僕たちが政権を取るんだ、こういう気持ちを持たなきゃいけないんです。いいですか、安倍政権を倒したらそれで終わりじゃないんです。それももちろんありますが、それだけではない。私たちが政権を取るんだということを市民の皆さんたちも、そして野党の皆さんたちも、それは同じ思いを持たない限り、私は日本の政治の先はない、こういう強い思いを持っております。そういった意味でですね、小沢一郎も私どもも一つの政党に固執しない。ですから政党なくしてもいい、まあ、これは私ども小さな自由党ですから、それからできたのかもしれませんけれども、自分の政党だけ考えてればいいんだ、そういう発想だったらこれはもう何にもことが前に進まない。そうではなくて、その政党があるかないかは別にして、みんなして力を合わせて候補者を一人に絞って、そして安倍政権を倒して私たちが政権を取るということを共通の思いにしていく方ではありません。どうぞこういった意味でのぜひ皆さんの大きなお力をいただきたい、このことをお願い申し上げ、私のとりあえずの話をさせていただきます。どうぞ皆さんともとも頑張りましょう。ありがとうございます、お聞きいただきましてありがとうございます。